この辺りには離島が多く、それぞれに美しいビーチがあるといいます。その観光拠点ヌシベへ。1時間ほどで大きな島が見えてきました。これがヌシベ。船着き場が見えてきました。こんにちは。はい、ありがとう。ここが島の港。活気がありますね。港からメインストリートに入ります。ヌシベのヌシは島、ベは大きい。大きい島だけあって町も立派ですね。車を降りて歩いてみることにしました。こんにちは。このフルーツはライチかな。こちらはお菓子の露店ですね。美味しそうですね。これなんて言うんですか。ククイス。へえ。ファリーニココスラマン。どんな味ですか。あ、女の子ですか。いや。今何ヶ月ですか。目が大きくて可愛いですね。こんにちは。元気なお子さんですね。バイバイ。こんにちは。ここで何をしてるんですか。奥さん早く来るといいですね。皆さんなんだかのんびりしてますね。そして向かったのが、ここが今夜の宿、バニラホテル。島で人気のリゾートホテルです。部屋はコテージタイプ。風が吹き抜けていきます。
そしてこの眺め、贅沢ですね。明日は幻のビーチを見に行きます。マダガスカルの旅、今日は島巡りの拠点ヌシベから絶景を求め、ヌシイランジャという島を目指します。あ、こんにちは、ガイドさんですよね。よろしくお願いします。ありがとう。どちらからですか？イタリー。ここへはよく来るんですか？ Yes. Very beautiful. Wonderful island. 楽しみです。いざヌシイランジャへ。そこには珍しいビーチがあり、リピーターが絶えないと言います。港を出て1時間。リザインヌシランジャ、ヌシランジャ、ヌシアルエイヌシ、ヌシサブラムプトイロロア。ガイドさん曰く、つながるのはどうやらあの島と、その隣にあるあの島だそうです。ああ、細長い砂浜が見えます。今は潮が引き、ちょうどつながっている時間のようです。ありがとう。大きい方の島に上陸します。ホワイトサンドの素敵なビーチですね。あ、そしてあそこが潮が引くと現れるというビーチのようです。一日2回だけ現れるビーチなんて、なんだか面白いですね。Est-ce que je t'aime la plage malaise et ton usubé? Est-ce que tu en es un bon et en des allées vu qu'on a remis une plage? Ah, それはいいですね。あ、魚の開きだ。なんていう魚ですか？ウザンプンド。Angarani capitaine français à Malagasy Kitsangi. Oui, ça, c'est ça. Tsara, bien. À ton frère, il est en Tsara. Takadai, ma deva, 20 分ほど。灯台があります。どうやらてっぺんに着いたようです。ああ。青く透き通った海の上。一筋の白いビーチが二つの島を結んでいます。一日二回だけ現れる真っ白な海の架け橋。スランさん、いいところですね。サラベアメラディモンド。本当、まさに。いや、ジェケイ。先に言われちゃいました。
通しのような白い道を歩いてみたくなりました。両側から波が寄せては返していきます。耳を澄ますと左右でちょっと波の音が違うことに気がつきました。右手の海には白い波が立っています。でも反対側はとても穏やか。まるで天然のプールのようです。こんにちは。ビーチにはほとんど誰もいません。ここはまさに地上の楽園、別世界に迷い込んだようです。そして3時間後、潮が満ち、ビーチは消えてしまいました。なんだか夢を見ていたような不思議な気分です。砂と海が織りなす魔法のような営みに時を忘れて見入ってしまいました。